なぜ男は体の関係になると去っていってしまうのか、今日は Q&A でお届けします。僕への個別具体的なご質問については僕の個別セッションの方で、お越しください。またチャンネル登録の方も合わせてよろしくお願いします。今日はいただいたご質問に、お答えする Q&A と、いうことでお送りします。いただいたメッセージ、一部感じたところを、ご紹介します。マルさん、ローマ字マルさんですね、31歳、かっこ仮名の方からいただきました。現在婚活をしています。これまでパーティーで出会った人お二人と仲良くなりお付き合いをしました。しかしお一人とは付き合ってから体の関係になった後連絡が取れなくなってしまいました。そしてもうお一人とは連絡がつきづらくなってからしばらく忙しいので会えなくなると言われてフェードアウト状態です。なぜ体の関係になると男性は逃げるように去っていくのでしょうか、もしくは私に何か問題があるのでしょうかという、マルさん31歳婚活中かっこ仮名の方からね、いただいたメッセージです。お二人とお付き合いをしたのかな、まあそれぞれ多分別の時期なんでしょうね。お二人とお付き合いをして、お一人とは、体の関係になった後、まあ連絡が取れないと、そしてもうお一人とは連絡がつきづらくなってそのまま、まあ会えなくなると言われてフェードアウトと、まあなんかろくでもない男に二人引っかかったっていう話なんでしょうね。まあここで問題なのはなぜ体の関係になると男性は逃げるように去っていくのでしょうかということなんですが、これちょっとまあ前後の関係がわからないのでね、これはっきりしたことはわからないんですけど、体の関係になったから男性は逃げるように去っていったのか、まあそれ以外のね何か理由があったのかというところが問題だと思うんですよね。形としてはね、まあ最後に会ったというか、直接的なね関わりが体の関係というところだったので、それね、まあ言ってみればやり逃げされたっていうふうにね、思うのかもしれない。ただまあ婚活してて婚活パーティーで出会った人なわけでしょ。で、まあどういうパーティーかってパーティーの内容にもよるんだけども、一応お付き合いをしました。まあお付き合いをしましょうということで、関係性をね作ったということは、まあ会ったその日にね、よろしく一晩やっちゃったみたいな話じゃなくて、ちゃんとコミュニケーションを複数回取ってお付き合いしましょうよという話になった上でお付き合いをして、で、結果的に体の関係になって、フェードアウトっていうことなわけですよね。多分だから体の関係どうこうっていうのはこの場合に関してはですよ。この場合に関してはちょっとまあそれは原因ではあるけども、ね、ただ原因の一つでしかなくて、まあもっとそれ以外のことがあるのかなと思いますけどね。そもそもコミュニケーションがちょっと合わなかったとか、まあちょっとね、いまいちまあなんかギクシャクしていたとかね、まあなんとなくこう付き合いながらやっぱり違うなというふうに思っていたとか、これ個人差があるし状況関係によって全く違うんだけどもね、まあこれお相手のご年齢にもよるんだが、まあ体の関係になったからもういいやと思って去るっていうことっていうのは一般的にはね、一般的にはですよ、そうじゃない人もいますけど、ただあまり多くはないですよね。ちょっとご年齢にもよるんで何とも言えないんですが、これがね、まあちょっと20代前後のね、まあ本当にね、頭のてっぺんからつま先までもうね、性欲以外に何もないぐらいの若い子だったらまあ話は分からなくはないけども、そこそこね、ご年齢でまあ婚活パーティーであってそれなりにコミュニケーションをしてね、まあ要するに手間暇かかるわけですよ。お付き合いしましょうっていうところに行くまでね、手間暇かけて一回体の関係になってね、もうよろしくやったからさようならっていうふうに考えるのはちょっとあんまり現実的じゃない
ですよね。だから体の関係になったかどうかっていうのはあんまりちょっと関係ないのかなと。だからそれ以外の問題の方をお考えになった方がいいかもしれませんね。あのよくね、すぐ体の関係になるとそれで、男はすぐ逃げるみたいな話をする方いますけど、これもね場合によってなんでね、別にあの早い段階でそうなろうが遅い段階でそうなろうが、やっぱりコミュニケーション合わない人とはね、勝手にどっか、その関係はなくなっていくし、ご縁がなければねさよならするだけなんで、体の関係がどうとかっていうのはあんまり要素としてはね、要素としてはあるんでしょうけど、これが主題かどうかっていうと関係ないのかなとは、思います。だから何か、もしくは私に何か問題があるのでしょうか、だからあなたに問題があったというよりは、まあちょっとまあご縁がなかったぐらいなんじゃないですか。あのまあもっとねよっぽど細かい問題、それこそまああなたにね、この丸さんにようどね、変わった趣味が終わりでね、そこにこう男性がついていけなかったとか、そういう問題があるのかもわからんし、何なんでしょうね。何かしらね、こうお互いそこのコミュニケーション、そこの呼吸がね、いまいち、まあ言ってみれば体の相性的なものが、いまいちこうたまたま合わないっていう方がお二人続いただけなのかもわからんし。だから、まあ自分のね、そういうことに問題があるかどうかというよりは、もっともっと全体としての関係性に目を向けた方がいいのかなと思います。だから付き合う時点のことから、まあお相手がね、付き合った相手との関係が、果たして本当にね、じゃあ付き合おうと言った時に、付き合って、まあいい相手なのかどうかとか、そして、まあ体の関係になるまでのプロセス、まあその後のプロセス、その後の関係性も含めてね、全体として果たして、あの人との相性が良かったか悪かったかっていうふうに考えて、ご自分がね、こうなんか悪いんじゃないかとか、原因があるんじゃないかとか、よっぽどね、こうなんか肉体的に問題があるんじゃないかというふうに自分を責めてもあんまり生産的じゃないというか、そこにね、原因があるとはなかなかこの件に関しては思えないので、まあもしちょっとそこね、詳しくということであれば、またお越しいただければね、細かくご説明、というか、まあ事情を聞いてね、もうちょっと考えられることはあるのかなとは思うんだけども、まあ今いただいてる、情報の中からは、まあ大体お答えできることとしてはそれぐらいかな。ね、繰り返し申し上げますけど、そこそこのご年齢の方がね、お付き合いをするという話になって、お付き合いをしました。そして体の関係になりました。じゃあもういいかっていうことで、去るっていうことはね、ないか。ない。あるかもしれませんけど、あんまり多くない。言ってみればだって、ね、手間暇かかって、コストもかかって、体力使って、じゃあね、目的は、体の関係になることだけだったのかだって、そんなね、男はいないですよ。それだけだったらもっとね、手軽に悪いこといっぱいできますからね。そこまで手間暇かけてということは、ある程度あなたとの関係ってもちゃんと考えていて、まあ、たまたまね、プロセスとして体の問題っていうのがあっただけの話であって、そしてそこの中でね、何か衝撃的な何かがあったかというとそうじゃなくて、いろんなことが積み重なっていく中で、やっぱり会うとか会わないとかね、仕事が忙しいって本当に忙しかったのかもしれないし、まあ連絡が取れなくなった方はね、本当はね、車に轢かれて死んじゃったのかもわからんし、そこはよくわからない。よくわからないけど、あなた自身の問題だ、私に何か問題があるのかいけないのか、というふうに悩んでても意味がないんでね、それはね。自分を責めててもこれは意味がないので、まあそういうもんで、まあご縁がなかったよねと、しゃあないねと。ただ次付き合う相手、次の関わりを、人と関わる時に関しては、まあ、もうちょっと慎重にね、まあなってみてもいいのかなというふうに、思います。まあちょっと本当にどういう付き合いをしたかっていうところにもよるんでね、まあそこも含めて、体の関係になったかどうかっていうことだけじゃなくて、全体としてお考えになってみた方がいいのではないでしょうか。まあ、なんだかちょっと答えになってるのかなってないのかね、微妙な気もしますが、まあ私からは、まあ僕からは大体以上です。まあその他、またご質問とかね、他、気になるなということがあれば、コメント欄の方にね、書いておいていただけると、まあコメント欄の方は、非公開になってますから、書いても誰にも見えないので、コメント欄の方に書いていってもらえればお答えできることについてはお答えしたいなと思います。まあ、より細かく、まあ、よりね、ちょっと詳しい事情を含めて問題解決というか、ちょっと悩みをね、解決したいなというか、まあ、
もうちょっとね良くしていきたいなというふうにお考えの場合に関しては、まあ、僕の個別セッションの方でもお越しいただければお答えさせていただきますので、そちらもねお気兼ねなくお越しくださいませ、というところで今日は以上です。